まあ、大野くんも今ね、活動休止して、嵐として活動休止してるので、もしかしてこの人彼女がいるんだったら結婚の可能性があるのかなっていう気がしますね。皆さんこんにちは、サラです。今日は嵐の櫻井翔さんの今後を見ていきたいと思います。まあ、これもね、リクエストいただいてて、嵐のグループの復帰があるのかとかね、いろいろと、まあ、リクエストいただいたのを先日からね、配信するようにしてて、で、グループの配信から相葉さん、松本潤さん、二宮さん、大野さんと来て、今日、櫻井翔さんが最後ですね。で、まあ、櫻井翔さんというとニュースキャスターとかね、慶応卒とかね、すごくこうインテリジェンスなね、イメージが強いかなって思います。ちょっと私ね、知らなかったんですけど、この人水瓶座なんですよね。水瓶座で誕生数が1、しかもね、水瓶座でね、まあ本質表す太陽の星座がね、水瓶座で、内面的な部分も水瓶座なんですよ。だからもう完全にこの人はね、水瓶座の人かなって思いますね。で、水瓶座の人はどういう人なのかっていうと、もう自由を愛する人で、常識やルールに縛られることを好まないで、他人の意見に流されない独自の人生観を持つ人で、人とは違う生き方や考え方にこそ価値を感じる、自己主張が強く独立心も旺盛だけど、孤立するわけではなく、互いの個性を尊重し、多くの人との交友関係を作る。人に対してすごく親切で、国や宗教などの分け隔てしない。もう国や宗教どころじゃなくて、とにかくね、年齢性別問わず、老若男女問わず、もう本当に全ての人が平等でしょうみたいなね、そういう考え方の人が水瓶座なんですね。だから権威に対してはすごく反発するし、なんか自分もだから偉そうにしないし、人をすごく尊重するっていうのが水瓶座かなと思いますね。まあね、まあ、それがね、太陽も月もなんでね、もう本当にこの人は裏表がなく、人を差別しないし、偉そうにしないし、もう割と普通の人に思われるようなね、そういう人なんじゃないかなって思いますね。割とまあ、芸能人してないっていうかね、そういう部分を持ってるんじゃないかなと思いますね。で、誕生数が1、まあ、誕生数1っていうのは嵐で言うと大野くんと2人なんですけど、リーダーシップとか開拓者、決断力、行動力のある人だから、まあとにかく自分を高めていく意識が強いで、リーダーシップを取っていく、まあグループの中で、引っ張っていく力を持ってる人になるかな。まあね、嵐はね、大野くんがリーダーでしたけどね、まあ櫻井くんもとてもリーダーに向いた人かなとは思いますね。まあ、割とね、私がね、意外だなと思ったのは、この人、まあもちろんね、ニュースキャスターとかいろんなことをして、周りに合わせながら、テレビの中ではね、本当にもうそつなく何でもこなしてる感じがするんですけど、水瓶座ってね、割とちょっと変わってる人が多いんで、そこを見せずに、とってもこう何でもそつなくこなしてるところがね、ちょっと私今水瓶座だったんだって本当にちょっとびっくりしたんですけど、まあ、この人が嵐のメンバーになって、ここに書いてるな、半年後大学に進学、この時ですね、私もね、慶応に入るのかってね、なんて賢い子なんだって思ったんですけど、
まあ、最近はなんかこういうアイドルグループとかでもみんなね、芸人さんでもそうだけど、結構そのインテリジェンスなね、賢い大学に行った後その芸能界に入るとか、そういう方がとても増えてるなとは思いますね。まあ、ちょっとね、私は夫の関係でラグビーにもちょっとね、興味があったりして、で桜井翔さんの弟さんがね、確か慶応のラグビー部だったのかな。それで、あ、どんな子なんだろうと思ってね、ちょっと見たことはありましたけど、桜井翔さんはラグビーはしてないんですね。弟さんはラグビーだったけど、本人はサッカーだ、サッカーにのめり込んだ。あれ、ラグビーしてなかったっけ。桜井さんは慶応義塾幼稚園、小学校、幼稚舎っていうのは小学校なのね。入学と同時に東京都港区へ移住し、以来8個の習い事を掛け持ちする。当時は本人にとって学校が全てであり、自由時間はないに等しかった。小学校はバスを2つ乗り継いで通っていたが、それが普通だと思っていたため苦ではなかった。 J リーグが開幕した小学5年生の時には地元のサッカークラブチームに入り、一時は真剣にブラジルへ留学することを考え、自ら資料を集めるほどサッカーにのめり込む。小学校高学年の2年間部活動でラグビー、ここに出てきた。小学校高学年の2年間部活動でラグビー部に所属しており、ポジションはスクラムハーフだった。なんか確かラグビーちょっとしてたよなと思ってたんだけど、ここに出てきました。慶応義塾の中学校2年の時、ジャニーズ事務所に自ら履歴書を送り、1995年10月22日からジャニーズジュニアとしての活動を開始する。で、まあ本当にこの人はあれですね、今ね、オリンピックね、まあ開幕して開会式もでやって、 NHK のコメンテーターかな、キャスターかな、なんか相葉くんと桜井くんやってますよね、やってましたね。だからそういうところね、本当にそのMC としてもね、そつなくこなすし、流し方もうまいし、器用に何でもできる人だなって思いますね。だからまあそんなね、桜井翔さんの今後の活躍なんてね、活躍するに決まってるやんってね思いながらも、まあ今後桜井さんどういうね、展開していくのか見ていきたいと思います。ほらね、こういう展開です。はい、桜井翔さんの今後の展開、もうそらそうですよね。正位置3枚がピシャッと出ました。で、まあこれはね、神からの栄光とかね、組織的な成功、運営の成功とかね、まあ本当に、まあ、組織としても今後積み上げてきたものが大きく広がっていくっていうことからの、魅力的で華やかな人が今後も新しい何かを生み出していくっていうね、そういう、まあ、仕事の面でそう読めるんだけど、私はね、ちょっとこれを見た時に、桜井翔さん彼女いてるのってちょっと思ったんですね。で、なぜかというと、まあこの神の家っていうのは家庭を表す、そして女帝は結婚、まあこの女帝は結婚というキーワードがあって、でこの女教皇は秘密にしている相手の女性、秘密の恋とかね、そういうキーワードがあるんですよね。だからもしかしたら、まあね、二宮君も子供もできたし、
まあ、大野くんも今ね活動休止で、嵐として活動休止してるので、もしかしてこの人彼女がいるんだったら結婚の可能性があるのかなっていう気がしますね。もちろんビジネスね、あの芸能界での今後の活躍はね間違いないと思うんだけど、と同時にもしかしたら今お付き合いしてる人との結婚もあるのかな、ちょっと考えてるのかなっていうような気がしますね。まあ、ちょっとこれはね、まあ、私はちょっとよくわからないんで、ファンの方だったらそういう噂もね知ってるかもしれないですけど、なんかねどうも今その準備してるような気もするなっていう、そういう今日のねこのカードの展開になりました。まあ芸能界での活躍は当然のこと、もちろんのこと、まあプライベートでもちょっと発展がね何かあるんじゃないかなって思いますね。ということで今日は、嵐の桜井翔さんの今後を占ってみました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。